パークモンド・トランメルはアメリカ合衆国の政治家。第21代フロリダ州知事及びフロリダ州選出上院議員。アラバマ州、メーコン郡で生まれる。一家はフロリダ州北軍に移り住み、トランメルは同地で初等教育を受けた。テネシー州ナッシュビルのバンダービルト大学で学び、米政戦争時にはタンパで陸軍の補給将校として勤務した。戦後は、 ポーク軍に戻り、レイクランドに今日構える。そこで、柑橘類の栽培を行い、新聞社を所有し、弁護士を開業した。その後政界に進出し、1899年から1903年まで、レイクランド市長、1902年にはフロリダ州下院議員、1904年から1908年まで、州上院議員を務め、 1905年には衆議会議長も務めた。1909年から1913年まで衆検事総長を務め、1913年から1917年まで衆知事を務める。1917年には連邦上院議員に選出され、死去まで同職を務めた。1934年にはカール・ビンソン会議員とともに、 ビンソン・トランメル法を成立させた。トランメルは1936年5月8日にワシントン DC で死去し、レイクランドのローズローン墓地に埋葬された。ありがとうございます。